7月25日日曜日の天気をお伝えします。まずは天気図からです。本州は高気圧に覆われて広く日差しが届くところが増えます。ただ気温の上がる午後はにわか雨雷雨が心配です。では天気分布で確認していきましょう。九州から北海道まで広く日差しが届くところが増えます。ただ午後は内陸山沿いを中心ににわか雨や雷雨がありそうです。このようにあちらこちらで雨雲が湧きやすくなります。東日本から北日本の山沿いを中心に心配な状況です。また台風が離れますのでだんだんとピークは越えまして先島諸島では日差しが届きそうです。一方沖縄本島は雨が降りやすくなります。横殴りの雨にご注意ください。では気温について見ていきましょう。予想気温です。14時の気温予想を見ていきますと広い範囲で身の危険を感じる暑さとなりそうですね。30度以上の厳しい暑さとなります。中には猛暑日となるところ35度超えのところもありそうです。熱中症対策をしっかりとしてお過ごしください。